皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。明るいニュースから始めたいと思います。いきなり、はい、サンクチュアリ出版の YouTube チャンネル登録者が1万人がついている、来ました。マジですか。すごい すごいっすよ、ね、いや1万登録まで頑張ろうと思いましたけど、これいや実際こう1万いくとちょっと10万もいきたいなって思っちゃいますね、うん、なってきます ね人間の業は深いものでこの前8000人キャンオンラインとか9000人オンラインとかすごいなんかペースがトントントンって、これをね加速度的といいんですね、じゃあもう10万人なんかもう、でもすぐですよ、次の収録のタイミングでは開けたい、みんなで銀の盾ね、開けましょう開けましょう、よろしくお願いします。すごいです、どういう方が見てるんですか ね本当にでも聞くよ、最近本当に見てますって、業界関係は ねそう、あの他社の本をね、あの紹介されてる本がいいですと、分析されてるのがいいですというふうにお声いただいております。いやーまたね、もっともっと届きますからこれからね。チャンネル登録を押すのって結構ねパワーいりますよね。そうですね。普通のいいねとはちょっと違いますね。重みがね、ありがたい。1万人ですよ。素晴らしい。次は銀の盾をここにね映せるようによろしくお願いします。頑張っていきたいと思います。じゃあ早速今日のニュース。ですね、2024年1月1日に発表されたニュースです。Z 世代、18から28歳の人たちの、求職者、仕事探してる人たちに対して、取ったアンケート、2023年仕事以外で特に時間を費やしたことは何ですか、そして2024年仕事以外に時間を費やしたいことは何ですかというアンケートで、取りました、1位何だと思いますか。それはもう YouTube じゃないですか。あ、 SNS ってことね、1位趣味だそうです。趣味、はい、2位がね、勉強、読書。あら、これ費やしたこと、費やしたいこと、費やしたこと、おマジで2位、2位です。あらあらあら、あら3位が SNS で、 SNS の時間よりも若い人たち本読んでるんですよ。すごいじゃないですか、 Z 世代。すごい、話の流れ的に、ね、何位かに来るかなと思ったけど2位はすごいですよね、2位はすごい。そして2024年費やしたいこと、1位やっぱり趣味、2位やっぱり、勉強、読書、で3位が転職活動で、4位が家族との時間、5位運動、SNS がどっか行っちゃった。あらららら、まだやっぱり SNS の罪悪感みたいなのあるんだね、多分ね。どちらかというとだからその SNS とかよりもやっぱりこの自分磨きというか自己、こう自分を高める、方に特に Z 世代の方々、限られた時間を費やしたいという。費やしてるし費やしたいし、そうそうそう、より費やしたい。出版安泰じゃないですか、ね、未来が明るすぎる、未来が明るい。じゃあまあ絶対に向けて、そうですね、でも最近本当に見ますよ、ちょこちょこ電車の中で、文庫本とかね読んでる若い人見かけるから。そうですか、なんかちょっともうスマホばっかりっていうのもちょっと かっこ悪いみたいなのもあるのかなっていう、いいですね、じゃあ期待ですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは、本番やっていきましょうか、はい、業界タブ他社本考察ということで、他社から発売されているベストセラーを役員の皆さんに30分読んでいただいて、読んだ後に分析を話していただきます。なぜ売れた、どこが売れた、こうしたらもっと売れるよね、サンクチュアリ出版ならこう売る、ということを、お話しいただく企画でございます。ビシビシ行きましょうね、行きましょう。最近ちょっとチャンネル登録増えてきて、あの丸みを帯びちゃって、鋭いあれがなくなってきたんで、ここ攻めるから、みんな攻めるの期待してますから、好感度が欲しいですから。いや、いい引き締めですね、ありがとうございます。で、何ですか今日皆さんに読んでいただきます本は、こちらでございます、中学英語、もう一度一つ一つ分かりやすく、学研様のから出版されますね。ではこちらの方を読んでいただきたいと思います、読書スタート。はい、はい、それでは読書をストップしてください。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。じゃあ早速営業の方からいきましょう。よろしくお願いします。改訂版、中学英語をもう一度一つ一つ分かりやすくですね、改訂版なのね。改訂版です。なんかね、あの2011年に
出して、うん、2022年の3月に改訂版として出し直してます。同じ ISBN か違う ISBN なのかちょっとわからないんですけど、うん、とりあえずそのこの改訂版ってやつなので、その2011年からのトータルなのかわからないですけど、この ISBN だとおそらく 2,30 万部ぐらい売れてるんじゃないかなという、うん、そもそも何改訂版って何よ。多分なんかあれだよね、中身がその学算だからきっと古くなって、うん、英語が古くなるってこと。学校の教科書に合わせてみたいな、で多分変えるんじゃないですかね、うん、あそういうの改訂版っていうわけね。そうそうそう、はいはいはい、あの制度が変わったりとか、多分まあ英語だから制度って言われじゃないと思うんですけど、っていうので、出し直してる感じですね、うん、まあ、タイトルの通り本当中学校の学算なんですけれども、中学校の時に俺これ読みたかったなってぐらい、個人的にはすごくこうなんかあの中学校の頃思い出して、あのあそういうことだったのか俺あの時教わったのっていう感じはありました。中身について後で編集の方からもあると思うんですけど、見開きで左ページがこうなんか分かりやすい解説で、右ページがドリルっていうのなんですけど、これが103個あってかなり細かく細分化されてるので、うん、あのこれだったら続けられそうかな感がすごいあるなという気はしました、うんうんうん、確かにだいぶ細かく切ってるなと思った、ね、であとはCD いるかなというのはちょっとね個人的には思いました。これ俺多分店頭で撮ってあってなった時にこう CD 開きにくいじゃないですか。で CD あうち CD 再生できるのあるかなまだって思って俺置いちゃう気がして。ないよね、うち MD しかない。 MD もあるんだ、あるんだあるんだ MD あれちょっとあのこの改訂版の13年前の時はスマホも大して普及してなかったから、うんまあ、CD 付きで、うんだったのかもしれないけど、うん、改訂のタイミングで CD 撮っちゃってよかったんだよ。ここに一応 QR がついてるんですよ。で QR を読むと同じ音声が流れるんですね。もしかしたら改訂版で QR つけた感じ。ああどうしよう ね、 そうだね。いやでもこんだけ売れてる本で俺途中で CD 撮るのとか勇気いると思うよ。本当だってこれ撮った瞬間に売れなくなっちゃったりとかしたら。あります、再生できるのある CD。 あるある CD ドライブ、パソコンとかない、まあね、CD ドライブ。そうね、そうね、そっか。でもな子供ある、子供ない、子供ない。DVD プレイヤーで多分こう再生するとこあるかなと思うんですけど、まあまあちょっとそれで思いましたっていう。で、俺すみません知らなかったんですけど、この一つ一つ分かりやすくシリーズめちゃくちゃ売れてて、うん、いろんなシリーズ出してるんですけど、シリーズ累計800万部出す。800万。すごっ、いかにこう僕たちがその学さんの棚をちゃんと見てなかったかっていうぐらいすごい多分棚でこう展開されてるんですよね、うん、学数参考書の棚ってやっぱり結構じゃあ売れるもんなんですね、うん、ってことですよね。なんか打ち出してないからあんまり見てなかったけどね。そうそう、魅力を感じますよね、うん、800万って聞くとね、うんうん、でこの著者の方はノブイングリッシュっていうところをあの塾なのかな主催されてる方で、この本の監修もしてるんですけど、他の出版社さんでもいくつかその英語トレーニングの本出されてますけど、この本が圧倒的に売れてるみたいですね。やっぱりまあね、その分かりやすさがその売れにつながってるのかなという感じはしました、うん。あとはこれもやっぱり、ね、その学さんっていうのをちょっと改めて初めて見てみたんですけど、やっぱりまあまあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、やっぱ毎年3月に売れが立ってっていうのはあるみたいです、うん、まあ新学年そうそうそうに始めて、うん、新入生。あとは客層でいうとまあ当然ねその中学生のお母さん方なんですけど、うん、結構ね20代を買ってて、だから学び直しというか、うん、20代にしちゃ簡単すぎるかなとは思いましたけどね。これちょうどよかった。あれいるニーズがあるんですよ。すちょうどよかった、ね、あちょうどよかった。あそうなんだ、潜在ニーズが潜在ニーズがやっぱある。あじゃあこんくらいでいいんだ。あそうなんだね、うん、ちょうど俺いいレベルでした俺には、うん、のかなという。だから20代その学び直しニーズとしてもちゃんと、うん、ニーズがあって、中学英語と書いてあってもねそんだけ売れるなというのは思いました。はい、営業的はそんなところでございます、うんね、なんかこう中学英語っての本って定期的にヒット出るじゃない、うんうん、なんかね漫画でおさらい中学英語とかあったし、はい、なんかでこう類書もとても多い中で、うん、じゃあタイトルをすごいなんか飛び抜けてるかっていうとそうでもないし、なんか企画のすごいエッジが立ってるわけでもないから、うん、他の本とのね、うん、どう違うのかなっていうのを、はい、これからちょっと編集長に聞いて何かはいそれも含めてね、はいはい、じゃあまあ編集の方行きます。はい、じゃあ
パスをいただいたので、パスを、はい、キラパス、ありがたくシュート、これをキラパスって、どっちを殺してるんだ、味方を殺してるんだ、確かにそうなんですよ、ね、そんなにこうとっぴなことは言えないんですけど、これなんでこんなに飛び抜けて売れてるかっていうと、はいはい、とにかくその全方位に向けてる、うん、徹底的に、うん、徹底的に網羅してるっていうのと、うん、分かりやすくっていう、多分この3点が、うん、なんていうの、他の方に比べて飛び抜けてんじゃないかなって思ったんですね、うんうん、でこの全方に向けてるっていうのはもちろん中学生の現役っていうのもそうなんですけど、うん、僕ちょっと気になって面白いなと思ったのが、こう帯取るとこう英語でタイトル書いたんですね、うん、でこれなんでかなと思ったんです最初のところ、はい、いや実際なんでか分かんないですよ、これ深読みなんですけど、この前書きのところに2 teachers でっつって英語の先生までにも あった確かに、そう書いてるんですよね、僕編集者だったらこんなニーズがあるなんて思いもよらないですよ、英語の先生もこの教材を使って教えるっていうシチュエーションがあるんだなって思って、そういうことなんですよ、でとにかく我々の知らないありとあらゆるシチュエーションを網羅してるんだなって、でその中の一つが多分当時は、まあ、仕事の CD もあっただろうし、でまた多分新たなニーズが出てきたからスマホも追加してっていうので、とにかくもう他がついてこれないぐらいありとあらゆるこう見えないニーズとか使い勝手っていうのを網羅されてるんだけど分かりやすいっていう、確かに、いやそれはそうかも、うん、っていうのは思いましたね、これそうなんだ、なんで先生向けに英語で書くんだろうね、そうね、の割にはなんかあんまり簡単な英語だしと思ったけど、うん、そう、これは聞いてください、そうだよね、聞いてください、コメント書いてください、はい、うん、でもこれ作る時点でもうかなり売れることを見越して作ってるんじゃないかなっていうぐらいの婦人というか、もう構成さんの人数見てももう7人いて、で多分これ何人ですけど、ヘンプロさんが入ってるようですけど、一体何人で作ってどれぐらいの期間でやってるんだろうっていうのが、まあこれ大手さんだからできるって言っちゃうと逃げっぽいんですけど、やっぱある程度のコストとその人の力っていうのを用意してやらないとできない本だなというのは、まあ小学校 の800万部売れてるシリーズだから、うん、まあ、ある程度もうしっかりこれで売ろうっていう、そうのあれがあるんだろうね、そうですね、うん、だからもうとにかく、まあ、さっきねお話もあったこの開きやすい PR 製法もそうだし、う、はい、後半のねこの回答例もノリ付けで剥がせるようになってたりとか、ね、これやっぱ高いですか、こういうあのノリ付けで別にくっつけると、高い、まあ高いですよ、うん、高いか安いかで言ったら、うん、まあ、余分にね、うん、かかるわけよね、うん、取れんのこれ、うん、取れちゃう、本当に あら簡単これ取れちゃうね、だからあの転売防止にもなるしね、シーズン、そう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 、だからこれをだから当然こののり付けで回答例つけてる本もあるかもしれないし、はい、この開きやすい PR 製本使ってるとこもあるかもしれないけど、うん、そういうのを多分全部放り込んでるのが多分この本の強さなんじゃないかなっていう感じですか、多いね、なるほど、さすが、さすが、ごめん、ちょっと戻るけど、この最初の2 teachers の英語は、ね、先生たちこれを使って教えてねみたいなこと、この英語で書いてあるの、これ、うん、ちょっとこの本はこういう本でとか読んでない、読めないんですけど、読んでない、でも最初に書いてあるこの前書きと同じようなこと書いてるんじゃないですかね、とにかくこれ基本的な内容の本だっていうことが分かるように書いてるんじゃない、まあそれはもうバイリンガルの金子さんにバイリンガルじゃないでもまあ毎回必要に似たようなことですよ ね、であとやっぱりこのイラストのね、榊浩子さんってうちも何冊かやっていただいたことある方ですけど、うん、この方のねもう手書きの文字っていうのはやっぱりすごいこう手間が地味に手間かかるんですけど、これがやっぱねあの至る所に入っててっていうのが、うん、手間かかるんだこの字、手書きの文字、もう手書きでね、これ手書き用のフォント使ってるんじゃなくて、いやいや多分これは手で書いてるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱすごいイラスト点数も多いんでね、これも含めてかなり期間もかかってるんじゃないかなって、期間も費用もかけました、シリーズの売れてるシリーズです、売れないはずないですよねっていう布陣なわけね、うん、うん、そうですね、だから好きなんかないですよこの本に、そうか、何にもないです、何にも、だから俺ならこうするとかマジないですもう、うん、やるとしたら全部余計なことをやりたがって失敗するパターンですねそれはあるかもね、うん、これあのさ、この箔なんか意味あんのかなと思ったよ、一応箔、このやつの箔、これね、このタイトルがポコッと出てるの箔、箔押し、うん、うちもやってますよ、まあまあでもね、ね、目立ちますよね、目立つのこれ、でも店頭で目立つんじゃないですかね、うん、キラッとするから、うん、これ印刷のよりも、でも目立つから売れるのかっていうと分かんないけどね、
でもなんかこれあるとなんか安心感ない、すごい王道な感じ、金もね、推薦図書みたいな感じがして、いやこれタイトルもよ、タイトルも、あタイトルね、UV よね、うん、これ UV ね、ね、いいのこれ別に、いや、いいんじゃないですかね、わかんないですまあもうあれコストがかけられるから、そうなんですか、うん、あとこのもう一度っていうのもこれ強調してるのもいいっすね、これが地味にやっぱりその全方位に向けてるっていうのが伝わって、これがあるかないかで全然違ってくるもんね、タイトルがね、まあ、確かに、ね、確かに、うんうん、だからこれで20代も取り込んでます、うん、そう、これ高校生大人に書いてあるしね、うん、あとまあ子供に教える親とかもこれでフォローしようとしてるんじゃないかな、先生向けっていうのはちょっとなかったな、確かに、うん、確かにこっち側すごい分かりやすいから先生これ使ったらね、うん、教えやすくなりますよね、そうですよ、うん、でコピーとかするんじゃないの、そこでコピーして配ったりとかさ、うん、塾でダメなんですよね、多分それね、ダメなの、コピーしちゃダメでしょ、うん、塾じゃない、いやいや俺に聞かない、まあまあまあいいんじゃないですか、その顧問弁護士に聞く営利目的じゃなければ、でも、でも塾、塾だとまあでもやってますよね、塾ね、まあ、やってるよね、俺もなんかそんな気はしましたけどね、うん、暗黙の了解、うん、だって図書館とかでコピーできない、できるよね、図書館コピーできるね、できるよね、ページ数が決まってたんじゃないかな、あそうそう、何ページまでコピー OK ですとかって、うん、いやすげえや、すげえや、すげえやって思います、あれ以上ですか、え、まだ今なんかありますね、なんかちょっと尺短いからなんだけど、こんなもんですか、あの、いや、もうないです、もうないです、ないです、以上でございます、以上でございます、ありがとうございます、はいはい、あのこちらの本もね、3名様にプレゼントさせていただきます、はい、もうね、このジャンルの本は作りません、もうこれに勝てる本作れる気がしない、ね、確かに、確かに、うん、もう勝てないね、これね、勝てない、これ勝てないですね、かなりの完成度高いと、はい、ほぼ、まあ、で VR バージョンとかそういうのしないと紙では勝てないですもん、いやもうどんどんいい本をね、うちでもう考察させていただいておりますのでね、うん、この動画次回もまた見ていただきたいと思います、どうもありがとうございました、ありがとうございました、サンクシュアリ出版鶴巻です、動画を見てくださってありがとうございました、なんか役に立ったなとか面白かったなとか思ってくださったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。ぜひまた見てくださいね。